ゆるほんこんばんにちは、ゆるっとボーラーさおりです。ちょっと皆さん聞いて聞いて、今さボーリングのさ練習しに行こうと思ってさ、ボーリングウェアにさ着替えようとしてたわけ。そうしたらさ、ちょっと見て、くらえ。じゃん、あ、やばいやばい、ピッピチピチどころか、ビッチビチ。やばいね。見て、ちょっと、恥ずかしいけど、後ろ。ビッチビチです。やばいです。ちょっとね、このね、自分のね、ビレボンコラボ T シャツ着てれば、ちょっとね、だいぶ、隠れるって問題じゃないね。もう、太りすぎてさ、見て、この、パツパツピチピチ上がり。やばい、ちょっと、ずらせばいいか。これやばいでしょ。ちょっとこれ放送事故だよね。マジでこれは撮影できない。やばい。こんなにビチビチで履けなくなると、思わなくなかった。だいたい薄々想像はできてたんだけどね。まさかこんなになると。ちょっとこれ下げたらいける？もうね、ここまで下げた。なんていうのここ。恥骨？なんていうの？とこまで下げたんだけど、これならいける？え、お尻大丈夫？お尻大丈夫？私結構バックスイング高いから、こんな感じ。どうだろう。やばい。やばいよね。そんな、ここまで下げればいいとか、そういう問題じゃないよね。これさ、ナイキのなんだけどさ、これ、XS なわけ。多分、これ XS って多分57号とかぐらいだと思うんだよね。で、ナイキのこれは、このスポートね、何枚も持ってるんだけど、そう、これは XS なんだけど、物によって、S も持ってるし、XS も持って、このピンクめちゃくちゃ気に入ってて、で、今日着たいなと思ったんだけど、もう、お肉が乗る、パツパツだよ。これ着て、YouTube の動画出てたら、サオリー痩せたんだな、減量うまくいったんだなって思って、それはバロメーターっていうか印です。これを着て動画に出てたら、痩せたんだって思ってくださいっていうことで、これじゃないの着てくわ。